はい、どうもこんにちは。今回は先日チェックしましたホットウィールのベーシック化 E アソートの中から新車両を1台ずつチェックしていきたいと思います。アソートの結果につきましては説明欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックしてみてください。あとチャンネル登録高評価での応援もよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。まず1台目ね、こちらからいきましょう。はい、60年式のフィアットチンクエチェントのモディフィカドですね。こちら見ていきましょう。はい、こちらですね。色がね、なんといっても可愛い感じのフィアットなんですけど、まあデカールとかもかなり貼られててですね、かっこいい仕上がりになってます。フィアットとかね、この66番ゼッケンね、はい、こんな感じでグッドイヤーとかもね見えますね。あとホットイールのあのロゴですね。でタイヤホイールね、こういった感じの赤いエッキのねリムのタイプですね。で正面見ていきますとこのような感じです。ヘッドライトとかね塗り分けがないんですけど、この辺りねちょっとデカールとかに塗ってたりするとね、よりかっこよくなったんではないでしょうか。はい、右サイドですね。はい、このオーバーフェンダーのに張り出しとかね、すごいです。この肉厚感ですね。そして、やっぱり見どころであるこのギアですね。このメッキのエンジンルーム。このね、エンジンフードが開いてるのがいいですよね。ちょっとね、ルパン三世を意識したような、そんな感じなんですが。このマフラーもちゃんと造形されてますし、ね、ピカピカのエンジンが見えます。あと内装もね、こういった感じで、ちょっとね、シルバーのね、メッキですね。で、シートがね、左側にしかないような感じになってます。右側はね、シートないですね。こんな感じで。ね、よくできてます。あと、ボンネット、フィアットね、イタリアの国旗のカラー。そして、屋根の上がね、チェッカー模様となってまして、非常にかっこいい1台です。で、車種面ね、こんな感じになってます。はい、1台目ですね。60年式のフィアットチンクエチェントのモディフィカドでした。それでは続いてね、次の車見ていきましょう。はい、続いてね、こちら見ていきましょう。はい、15年式のジャガー F タイププロジェクト7です。はい、こちらですね、白いボディからのジャガーの F タイプで、オープンタイプのね、モデルですね。で、横にね、この緑と赤のラインがね、ちょっといい感じですよね。この緑も結構メタリック感というかね、ちょっとパールのような、そんな感じで綺麗です。で、こういうね、ゴールドのこういったちょっとメッシュっぽいような、ね、タイプですね。で、フロント見ていきますとこのような感じです。ヘッドライトのところね、プリントでしっかりと再現されててね、かっこいいです。はい、こんな感じで。で、右サイド。はい、そして後ろですね。後ろこんな感じで。テールレンズね、特に塗り分けはないんですけど、この辺りもね、デカールなり塗り分けがあるとね、よりかっこよかったんじゃないかなと思います。マフラーとかね、ディフューザーのあたりね、結構しっかりとね、造形されてますね。そしてボンネットですね。この辺りにちょっと細かいですけどね、塗り分けされてていい感じです。あとこうシートとかもね、しっかりと造形されてますね。はい、ハンドル、バネ、こんな感じになってます。そしてこちらね、この左ハンドル側だけね、こういった感じでちょっともっこりとね、こう盛り上がったような造形。右側はね、何もないですね。で、大きなね、ウィングがついてます。こういった造形ですね。かっこいいです。そして、シャーシ面ね。こんな感じですね。フロント側からリア側。結構このリア側ね、結構造形されてますね。はい。ということで、こちらですね。15年式のジャガーの F タイププロジェクト7でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい。続いてね、こちら行きましょう。はい、73年式のジープの J10 ですね。こちら見ていきましょう。はい、こちらジープの J10 です。はい、かっこいいですよね。この青いボディカラーにこの K&N のねデカールが貼られてます。エアクリーナーとかね、おなじみのブランドですね。で、ホイールね、こういったビードロックのオレンジメッキのね仕様になってます。はい、フロント見ていきますとこのような感じですね。ちょっとアイアンバンパーな感じなんですけど、まあこの辺りはね、強度の関係もあってか、こうパイプフレーム感がねちょっとね、ない感じにはなってますけどね。あとヘッドライトとかグリルの周りがね、こうシルバー系のパーツが採用されててね、あとちょっとねライトのとことかプリントとかされてたら、よりかっこよかったんではないかなと思います。はいね、全体的にやっぱりかっこいいですよね。ちょっとフロントがね上がったような感じでしょうか。こんな感じ でこの辺りもね、造形がいい感じですよね。このちょっとメッシュの、ね、ネットみたいな感じですかね。そして後ろね、こういった感じになってます。はい、そしてボンネットからこのね、ルーフのとこの4連ライトもね、かっこいいですし、この前のね、ところもね、この
フロントグラスのところもね、こういった感じでちょっとねオフロード車っぽい感じに仕上がってます。そしてここには大型のねちょっとラジエーターファンのようなものもね見えますし、でこのスペアタイヤなんですけど、ちゃんとねこういったバンドでね固定されているようなね造形がしっかりとされてます。はい、この辺り細かいですよね。そしてシャーシー面ね、こんな感じです。スキッドプレートとかね、はい、こんな感じですね。はい、なかなかかっこいい時代でした。こちらね73年式のジープの J10 でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてねこちら行きましょうか。はい、ボルボの XC40 のリチャージですね。こちら見ていきましょう。はい、こちらですね、ボルボの XC40 リチャージですね。じゃボディの、ね、横にはこういったボルボ XC40 で車名がしっかりとプリントされてます。で白いボディカラーにこうちょっとね赤と青いワンポイントが入ってまして、ここにホットウィールの、ね、ロゴがプリントされてます。まあ全体的に見てねバランスがいい感じでかっこよくなってますね。タイヤホイールがねこうビートロックのね黒い、全体的に黒いのが渋い感じです。で横見るとこういったサイドステップも造形されてたり、こうマッドガードもちゃんとついてますね。こういった感じで、でフロント見ていきますとこういった感じで、ね、バンパーとかこういったねランプ類ついてます。で気になるのがねこのフロントのねヘッドランプのところがもうボディのねこの白一色なんで、ちょっとねヘッドライトのところプリントがちょっと欲しかったかなと思いますね。はい、そして右サイドこんな感じです。はい、ちゃんとねサイドミラーもね造形されてますし、で後ろこんな感じですね。ちゃんとテールレンズでプリントされててかっこよく仕上がってます。ちゃんとボルボとかね XC40 とかこの辺り後ろ周りはねしっかりとねプリントされててねかっこいい仕上がりになってますね。それだけにちょっとねフロント周り残念な感じなんですけど、はい、そして屋根の上ねこういった4連のねランプがついてたり、屋根の上これスノーボードですかね、2本ねこういった感じで固定されたような感じになってます。でこの辺りね細かいね造形がされてますね。はい、そしてシャーシ面ねこんな感じになってます。フロントからリアですね。はい、ちゃんとこういった感じでね、リアもしっかりマッドガードがあります。ね、タイヤもねかなり太くてねかっこいい仕上がりになってますね。はい、ということでねこちらボルボの XC40 のリチャージでした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてねこちら行きましょう。はい、車ねロードスターということですね。 R がねめっちゃね重なってますね。それじゃあねこちら見ていきましょう。はい、こちらですね、カラーリングがね非常に綺麗な1台です。ベースはこういったねちょっと青紫のような感じでこうねグラデーションでピンクのねデカールが貼られています。でこちら見ていくとインターナショナルウーマンズデイ2024ということで、2024年国際女性デーかな、そちらの、モデルとなっているようです。でここもピンクでかっこいいですよね。そしてフロント見ていきますとこんな感じです。はい、ヘッドライトとかねそのままボディ同系色ですね、同色ですね。はい、こんな感じで、でタイヤホイールなんですけどこういった感じで太めのね、5本スポークでカラーはね、グレーですね。はい、まあバランスとかねかっこいいですよね。そして後ろ、はい、こんな感じで結構立体的なね造形がかっこいいです。そしてボンネットの上ですね、こういった感じでここもねしっかりとプリントされています。でここクリアパーツがあってここにエンジンがついてるのかな、そんな感じでちょっとね若干下が透けて見えるような感じになってます。でここのね周りもこのねクリアパーツでしっかりと囲われてて、シートとかね内装とかねこういった感じで造形されてます。はい、こんな感じですね。はい、そして後ろねこういった感じになってます。そしてシャーシ面ですね。はい、これは結構ね細かく作られてますね。こうちょっとエンジンのね造形っぽいのもありますし、後ろこういった感じですね。はい、なかなかかっこいい感じです。はい、ということでこちらねロードスターでした。それでは次の車見ていきましょう。はい、続いてねこちら行きましょう。はい、フリッピンファーストです。はい、こちらですね、まず第一印象としてね非常に薄っぺらい車に大きなねタイヤがついてます。でこのリムの部分がねちょっと赤いメッキになってます。でここにねホットウィールの、これもありますね、なんかここねここもありますね。で、正面見ていくとこんな感じです。ちょっとねフォーミュラーカーっぽいようなねデザインになってます。はい、そして反対側こんな感じですね。で後ろです、後ろねこんな感じになってます。
で、これ見ていきますと、このホットイールのね、ロゴが入ってます。はい、こういった感じですね。で、真ん中にコックピットがついてまして、後ろにね、こういった、ちょっとロッキー筒のようなエンジンがついてます。で、これを回すと、なんかここがね、こんな感じで回ります。なんかこう、くる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 回ります。これはドライバーですかね。ドライバー。そして裏返すと、これがまた面白いことに、こちらが上になっても、ちょっとね、フォーミュラーカーっぽい感じになってます。68番と。さっきとはデザインの違う、車になってますね。はい、こういった感じで。なので、こっちが上でも、こっちが上でも走れるということで、多分ね、この大きなタイヤがついてまして、ね、このドライバーが、こう、前向いていると。回るギミックは行ったのかっていうのはね、ちょっと謎ですけどね。はい、そんな感じの1台です。これがね、フリッピンファーストでした。それではね、次の車見ていきましょう。はい、続いてね、こちら行きましょう。はい、アストマーチン1963年の DB5 です。はい、アストマーチンの DB5 です。はい、シルバーのボディカラーに、メッキのね、こういったちょっとメッシュっぽいようなホイールがね、ついてます。正面見ていきますと、このような感じですね。結構ね、こうクラシカルなデザインでね、かっこいいですね。こちらも日本でもね、007シリーズでね、おなじみのマシンとなっています。なので、こちらね、パッケージもね、ここ、ゴールドフィンガー、ね、007のゴールドフィンガーね、そちらに登場したね、マシンですね。ボンドカーとしてね、有名ですけど。はい、こんな感じで。で、後ろね、こういった感じで。かっこいいですね。ちゃんとこう細かいですけどね、オレンジと赤とね、こう塗り分けされたり、こうナンバーとかね、DB5 のプリントもされてます。なかなかいい感じですよね、これね。ね、こう、アストンマーチのロゴもプリントされてますし、ボンネットから、はい、内装もね、こういった感じで、全体的に非常にいい感じだと思います。そしてシャーシ面ね、こういった感じで、ちょっとシルバーメッキで、このバンパーのね、ところにね、効いてますね、この、シルバーのね、メッキがね。はい、こういった感じで、マフラーとかね、結構しっかりと造形されてます。はい、ということでね、こちらね、アストマーチの1963年式の DB5 でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてね、こちら行ってみましょう。はい、67年式のシェビーの C10 です。はい、シェビーの C10 です。こちら結構ね、レトロな感じのアメリカンピックアップという感じなんですが、ボディサイズがね、かなりグラフィカルな感じですね。前側から見ていくと、こちらホットイールのロゴですね。24年ホットイールアートカーズとかね、キープオンドライビングとか、ホットウィーズ、こんな感じでね、書かれてます。で、タイヤがね、ちょっと赤い成形色で、ホイールがね、黒い、こう、太めの5本リムですね。まあ、前後ね、ちょっとサイズが違うということで、この辺りもね、なかなかかっこいいです。で、正面見るとこんな感じで、ちょっとね、黒めのね、メッキのグリルとか、あとライトとかね、雰囲気がいいですね、これね。正面から見るとこんな感じ。で、横ね、右サイドも、まあ、左同様ですけどね、かなりグラフィカルな感じです。で、後ろね、こういった感じで、一気にシンプルといった感じで。でもね、このメッキのね、このバンパーがね、効いてますね。あと、ここにちょっと多分テールレンズっぽいね、塗装なんかあれば、かなりいい感じじゃないでしょうか。そして、ボンネット、こんな感じですね。ここもね、結構グラフィカルな感じで。で、この、一体的なボンネットですね。かなり盛り上がってます。はい。この下にはどんなエンジンが乗せられているのか気になる感じですけど。はい。そして、内装もね、メッキカラーですね。暗めのメッキ。で、屋根の上ね、こういった感じになってます。まあ、これとね、内装同じ色ですね。トランク。ガソリンタンクですかね。結構武骨な感じで、かっこいいです。はい。そして、シャーシ面。はい。こんな感じですね。結構この辺りとかね、造形されてますね、この真ん中辺りが。非常にかっこいい時代に仕上がってます。マフラーもね、しっかりね、ここ2本出しになってますね。はい、ということで、こちらね、67式のシェビーの C10 でした。それではね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いてね、こちらですね。はい、ストリートウィンナーです。ちょっと面白い車ですね。はい、ストリートウィンナーです。まずね、カラフルですよね。で、ボディサイドなんですけど、ここね、ちょっとピンクのチェッカー模様に、ウィンナーのね、マークがね、ちょっとプリントされてて、可愛い感じです。で、ホットイールのロゴもついてますしね。で、タイヤホイールね、こう、緑の成形色に白いホイールという感じになってます。そして正面側見るとこんな感じで、バンパーのところがね、フライ返しですね。
ライライシなってます。はい、そして右サイドこんな感じですね。左同様。そして後ろなんですけど、こんな感じでちょっとね、細かくね、エンジンもね、造形されてます。ベルト類とかね、しっかりとね、造形されてますね。はい、こんな感じで。で、上の面見ていきますと、こんな感じですね。フライ返しの、ちょっとね、こういった穴の部分がね、こういったちょっと、デコボコっとね、造形されてまして、ウインナーが乗ってて、マスタードとケチャップがプリントされてます。で、コクピット一人乗りで、まあね、ハンドルもついてますし、ね、こういった感じで。で、後ろね、こんな感じですね。ここがですね、ギミックがついてまして、これを畳むと、蓋ができるみたいな、バーベキューのやつみたいな感じですかね。そんな感じになってます。なんか、ちゃんとね、折れるような感じになって、ちょっとやってみます。折れるかもしれません。よいしょ。入りましたね。こんな感じで。で、後ろ、パカッと開けれると。何回かやると多分折れますね、これね。これぐらいにしておきましょう。で、ね、シャーシ面こんな感じになってます、ね、結構こういった感じで、はい、いい感じですね。この辺りね、ほんとよく見るとね、細かくね、造形されてます。はい、こんな感じで、こちらね、トリーとウィンナーでした。それではね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いてですね、こちらです。モンスターハイグールモービリということでね、こちらチェックしていきましょう。はい、こちらですね、黒いボディカラーにですね、ピンクのね、プリントがね、効いてますね。はい、横もね、この辺りもね、ピンクのパーツですし、このホイールのね、ピンクのメッキですね、スポークタイプ、かなりいい感じです。はい、そしてよく見るとですね、この黒いボディカラーなんですけど、ちょっとね、画像ではわかるかわかんないですけど、一応ね、細かいラメがね、入ったような感じになってます。そして正面こんな感じですね。はい、ライトね、こんな感じになってます。そして右サイド、はい、いいですね、この黒とピンクの組み合わせ。そして後ろですね、これテールレンズですかね、こんな感じになってます。そしてボンネットからちょっとね、こうラメな感じに見えますかね。で、クモの巣のようなね、プリントがされてまして、フロントグラスがね、ピンクのね、シースルーといった感じで、はい、で、内装もピンクですね。はい、こんな感じになってます、はい、でシートもね、こんな感じで造形されてます。で、トランク部分ですね、はい、そしてシャーシ面ね、こんな感じになってます、はい、なかなかね、可愛くてね、いい感じですね。ということで、モンスターハイグールモービルでした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてね、こちらですね。はい、91年式のマツダ MX-5 ミヤタです。はい、日本でおなじみロードスターの海外版ですね、MX-5 ミヤタです。黒いボディカラーにね、サイドこういった感じでプリントされててね、かっこいい時代ですね。はい、ホイールはね、メッキのね、5本スポークのね、ホイールですね。で、正面見ていくとこのような感じです、はい、ここはね、サイドマーカーですかね。あとこの辺りね、全部黒ですね、フロント周り、はい、右サイドも左でもね、こうやってプリントされてます。で、後ろですね、後ろこんな感じで、テールレンズはね、ちゃんとね、プリントされてますね。で、ナンバーのとこはね、ホットイールのね、ロゴがね、プリントされてます、はい、かっこいいですね。で、ボンネットから、ね、フロントウィンドウ。そして、内装がね、赤い成形色。はい、ハンドル、ダッシュボード。そして、シートですね、シート。こんな感じ。あと、ボールバー、ね。こんな感じになってます。で、MX-5 ミヤタということで、左ハンドルですね。はい、そして、シャーシ面なんですけど、こんな感じになってます。フロント側、そして、リア側。結構ね、あっさりとした作りですね。はい、ということで、こちらね、91年式ですね、マツダの MX-5 ミヤタでした。それではね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いてね、こちら行きましょう。アルファロメオの GTV6 3.0 です。はい、こちらですね、グレーのアルファロメオですね。はい、
ボディサイドこんな感じになってます。この赤いラインがねちょっと効いてますよね。その縁は黒いラインが入ってます。ホットウィールのロゴにドアノブがねブラックになってまして、ここもねちょっと黒く塗られてます。で特徴的なのがここの窓ガラスのとこなんですけど、ここにね1本縦にねラインが入ってますね。面白いデザインですよね。でサイドミラーもついてまして、サイドマーカーもねついてます。でタイホイールこんな感じでメッキ色ですね。そして正面見るとこんな感じです。丸い4灯のヘッドライトですね、シルバーで塗られてます。そしてグリルなんですけどね、こういった感じでセンターにアルファのねマークがね見えますね。はい、こういった感じで、で右サイドですね、このような感じになってまして、後ろテールレンズとかね特に塗り分けないですね。ボディ同色になってます。そしてボンネットですね、結構カクカクしたねエッジの効いたデザインです。はい、ちゃんとワイパーの方ね造形されてる感じですね。はい、そしてサンルーフもついてると。で内装色ね黒い成形色、そして後ろ側こんな感じになってまして、車紙面ね、はい、フロント側からギア側です。はい、こんな感じですね。はい、ということでアルファロメオの、GTV6 3.0 でした。それでは次の車見ていきましょう。はい、続いてねこちら行きましょう。ホットウィール4トラックです。はい、ホットウィール4トラックということで、ちょっとねフォーミュラーカーのようなねホットウィールですね。赤いボディカラーがなかなかかっこいいです。でタイヤホイールねこんな感じでね、結構エアロホイールがね前後入ってます。で正面見るとこういった感じね、フォーミュラーカーっぽい感じですね。そして右サイド、この辺りの、ね、メッキがちょっとね効いてます。そして後ろですね、はい、マフラーですかね、そんな感じでこういった感じですね。で、上面見ていきますとこんな感じです。はい、ね、コクピットに1人乗ってまして、この辺りもねメッキでエンジンがねこんな感じですかね。で大きなウィングですね、ホットウィールの、ロゴがプリントされてます。はい、そしてシャーシ面こんな感じでですね、結構ねフラットな作りになってます。はい、ということでねこちらねホットウィール4トラックでした。それではね次の車チェックしていきましょう。はい、続いてねこちらですね、アイスチャージャーです。はい、こちらですねワイルドスピードにね登場した機器駐車なんですけれども、結構マットなね質感のシルバーボディでねかっこいい時代です。タイホイールねこんな感じでかっこいいねメッキのホイールですね。でよく見るとここねこう打たれたようなね跡ですかね、そういったプリントがされてます。でねこのウィンドウのとこもねこうリベット止めというかね秒で止められたようなね造形がされてます。で正面見るとこんな感じですね。ヘッドライトとかねグリルのあたりねボディ同色なんですけどね、このあたりもちょっとプリントとかね色が入っているとよりかっこいいんじゃないかなと思います。正面から見るとこんな感じ、はい、反対側見るとこんな感じですね。こちらにはね先ほどの弾痕のようなねプリントはないですね。こちらから撃たれたみたいな、左側が撃たれたみたいな感じでしょうか。はい、結構ね大きめのねオーバーフェンダー結構厚みがありますね。そして後ろこんな感じです。テールもねレンズも塗り分けとか特にないです。でこのディフューザーとかねしっかりと造形されてます。はい、ねこの垂れた跡でボンネット見ていくとこんな感じ、こちらだけですね。はい、ここね黒く塗られてて、ここもね黒く塗られてます。でねこんな感じで屋根の上にホットウィールのロゴが入ってまして、ここのねエンジン周りですかね、こういったしっかりと造形されてます。はい、こんな感じで、そしてシャーシ面ね、はい、こういった感じになってます。はい、ということでねアイスチャージャーでした。それではね次の車見ていきましょう。はい、続いてねこちらですねシルバーラードの EVRST です。はい、こちらですね青いボディカラーのねシルバーラード、EV ということでね EV なんでしょうね。はい、こんな感じでタイヤホイールね大きなこうシルバーメッキのねこういったスポークタイプがついてます。はい、こういったところね、あとサイドステップもねついてますね。で正面見ていきますとこのような感じ、ヘッドライト周りとかね結構プリントでね細かく再現されてまして、
濃い感じでね作られてます。グリルがねちょっと EV っぽいですよね。つるっとしてて、ここもちゃんとプリントされてます。はい、そして右サイド、ね、ここもシルバーラードね文字入ってます。サイドミラーもついてて、はい、こんな感じで、で後ろねこういった感じですね。テールレンズもねここしっかりとねプリントされててかっこよく仕上がってます。はい、こんな感じで、でボンネットからルーフ側ですね、ここね全部クリアパーツで作られてまして、このねピラーっぽいとこだけちょっとねザラッとした質感にされてます。でここもサンルーフっぽいような感じで、ね、つるっとしてますね。そしてトランクの部分ですね、サーフボードがねここ乗ってる感じです。でこれね中見るとねこういった感じでこの中ね抜けてますね。はい、ここね何も遮蔽物がないです。はい、こんな感じで、でシャーシ面ねこういった感じになってます。なかなかかっこいいですねこれね。はい、ということでね、シルバーラードの EVRST でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、ラストですね、こちらです。シェルビーコブラデイトナクーペです。はい、こちらですね、シェルビーコブラということで、かなりねリアタイヤがね太くてでかいです、ね、カラーリングがねこのガルフカラーなのもいいですね。横にこういったマフラーがね造形されてます。ゼッケンとかプリントされてたり、このねサイドのウィンドウなんかもねちょっとレーシーな感じですね。ちょっとねかなり分厚い感じがします。はい、そして正面見るとこんな感じですね。ヘッドライトのところねボディ同色になってます。はい、こういった感じでね、この辺りね造形もねこんな感じですね。で右サイドグッドイヤーにガルフという感じで、はい、ね、こちらもマフラーが出てます。そして後ろですね、テールレンズとかねボディ同色のままで特に塗り分けとかないです、ね、結構あっさりした感じで、そしてボンネット、ね、センターにガルフのねマーク、そしてオレンジのラインがね印象的です。でこの辺りもねちょっと立体的に造形されてますね。でフロントガラス、屋根の上もストライプ入ってます。でこうやって見るとこの下にタイヤがね入ってるのが見えますね。結構細かいね演出がされてます。この辺りもねこう秒で打ち付けたようなねこのガラス周りになってます。はい、そしてシャーシ面ね、ここもねこういった秒っぽいね造形されてね結構レーシーな感じですね。はい、こういった感じになってます。はい、ということでねラストね、こちらシェルビーコブラデイトナクーペでした。はい、ということで今回はホットウィールのベーシックカーイーアソートの中から新車両をね1台ずつチェックしてみました。全36台アソートの結果につきましては説明欄の方にねリンク貼っていきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。